やってまいりました。キラキラ届け、メリクリプレゼントガシャーということで、こんにちはっす。今日はね、ガチャ更新が来ました。12月10日までですね、クリスマスガシャ。4年目ですね。4年目のクリスマスガシャでございます。まずが、三船さんですね。こちらが、いいよね。なんかこう、大人な感じと、このちょっとはっちゃけた感じね。ボーカルが一番高いクールプリンセスでございますね。温かな贈り物。クールアイドルのみ編成時6秒ごと、収穫率でわずかな間、パーフェクトのスコア 16% アップ、コンボボーナス 14% アップでございます。そして、リカがですね、キラピカホーリーナイト。こちらはなんかこうクリスマスパーティーな感じでね、プレゼント交換をしてるみたいな感じの、仲いい感じで目もキラキラ光ってるねっていう感じですね。こちらが、何ですか、ライフスパークルでございますね。ドキ湧くプレゼント。7秒ごと高確率でわずかな間、ライフが多いほどコンボボーナスアップ。ということになりますと。で、限定の方ね、こちらが、オバロかなでございますと。限定の SLA なんで、今回のガシャしか出ないということです。なので、クリスマスの方のね、多分モバースであった絵柄ですね。のクリスマスの絵柄が、こっちに来たということでね。僕は怖かったですよ。クリスマスの愛理がいるんですよ、一応ね。まあまあでもファッションが来るんで、まあいいでしょ。ファッションがあれなんで、はいはいはいで、こちらもあります。ということで、よかった。アイリーが来なくて、本当に。何よりその、SS リアのアイリーが来なくてよかった。4周目ね、ドキドキ今来てたんで、まあ来なかったんで安心してね。納税と、無料ガチャ取っておいたので、そちらの方を引いていきたいなと思います。まずはじゃあ納税から引いていきたい。まあまず無料ガチャかな。無料から引いていきたいと思います。では、行きます。はい。LINE 来ないで。はい。はい、LINE 来ないで。はい。綾瀬ほなかさんですね。ということで、じゃあ次は、納税を引いていきましょう。納税。いきます。はぁ、あ、残念ながら。残念ながら来ませんでしたね。ほい。お、ホタルさんですね。あー、ガシャ引いて。ガシャ引いて。あーっていう感じではございますけれども。一応余ってるっちゃ余ってるんですけどね、アイテムが。まあまあいいでしょう。っていうような感じで、クリスマスガシャですね。でございましたと。まあ、予想はあってたよね、一応。まあその、リカは絶対来るみたいな感じで。で、アリスって言ったんですけど、まあでも、イフネさんも、ね、その候補の中に入れてたので。まあまあまあ、妥当な。4周目に持っていかずに3周目のアイドルたちで、選んでくれたので、まあまあ良かったんじゃないかなと思います。まあね、何ですか、まあいろいろね、ありましたけれども、まあまあでも、いいんじゃないですか。まあ妥当に4周目出したら荒れるんでね。まあ3周目で決めてくれたので良かったんじゃないかなと思います。ということでね。まあ性能としてはどうなのかな。まあライフスパークルなんでね。僕は欲しいで、とりあえず7秒広角わずかでも、まあ、とりあえず欲しいですね。ライフスパークル持ってないので欲しいですね。まあ、持ってない方でね。まあ、可愛いしな、めっちゃ可愛いじゃん。欲しいよね。で、こっちの方もね、クールのプリンセスか。まあ、今のところおしぶりにしかいないので、まあ、別に、もう一人ね、おっても結構スコア伸びると思うので、まあ、もう一人いてもいいなと僕は思っているので、まあ、こちらも当たったらいいなと思いましたね。まあ、こっち見たらわかるか。ほい。おぉ、これでね、3D 衣装もね、こんな感じになってますね。ちょっと見にくいですけども、こんな感じになってるんで、いいですね。なんかこう、いいよね。クリスマスって感じが、ね、いつもの衣装、いつものそのクリスマスガシャ以上に、なんかこう、クリスマスっていうタッチじゃないですか、今回は。二人とも。なので、いいよね。いいよ。僕とてもいいと思います。ということでね、こんな感じかな。まあ、とりあえずね、無料ガシャと、僕は納税が残り9回ぐらいね、ありますんで、まあ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 、なんか、まあとりあえず、限定スリアぐらいはね、出たらいいなと思っております。というような感じでね、まあ復刻ガシャの方でね、SS スリアが出たので、まあ今回は来ないのかなと思っております。まあでもね、当たったらいいなと思います。ということでね、皆さん良い結果をお待ちしております。いろいろコメントよろしくお願いします。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。グッドボタンもね、よろしくお願いします。では、
バイバーイ。アイリーじゃなくて、よかった。